日経平均株価が乱高下しています。昨日は過去最大の値下がりとなりましたが、今日は一転、終値が 3万4675 円で過去最大の上昇幅を記録しました。株価の変動はいつまで続くのでしょうか。なんでって聞かれるのが一番困る。やっぱり、ね、上げすぎです。上げすぎ。今日の日経平均株価は一時3400円以上値上がりし、1990年10月以来過去最大の上げ幅となり、昨日の終値と比べて3217円上げて取引を終えました。昨日はもう行くよ、もう行くよ4400円以上の下げ幅で3万1458円、過去最大の下落となりました。ジェットコースター相場に街の人は、こういう時はともかく気にしない、もう数字を見ないポイントだと思う。株が全てなくなってないし、株は上がれば上がった時、下がれば下がった時で反応しながら仕事していけばいいなというふうには思っています。まあ、正直やっぱりびっくりしますよね。過去にない動きをしているというところでこんなに動くのかっていうのは、まあ、日本で一人もですね、想像はしてなかった。専門家はこの株価の乱高下に一喜一憂する必要はないと指摘します。日本の経済が昨日今日でなんかガタガタ動いているわけではなくて、いわゆるこう実体経済とは違ったところ、市場というその、ね、相場を操るところで非常にこう大きなダイナミックな動きが起こってしまったということなんですね。この株の変動がどこで落ち着くのかっていうのはまだ現時点では分かりませんし、おそらくこういう動きというのは月単位でこう落ち着きが見えてくるのかなというふうに思いますので、まあ、しっかりそこはですね、注意しながら見ていく必要があるのかなというふうに思いますけれども。